画面の前の皆様こんにちは、村人 Q でございます。救急キット3つとねライト1人ですが、今回はねこのマイケル君で頑張っていこうと思います。マイケル君、マイケルお兄ちゃんでね、頑張っていこうと思います。40年記念のケーキね、私珍しく炊いたんですよ。なんでかねわかんないけども、まあ、あのプレイステージね3周回したんで、あの期間中に、まあ、結構ねケーキが余ってると。42個かな。三角様の次に多いのがマイケルですが、まあなのでね、まあ、ちょっとぐらいは使おうかなというわけでね、やっていっております。で今回はですねアーカイブチャレンジで、無防備状態の生存者を5人攻撃するっていうのがあるんで、今回はねマイケルでねやっていきたいと思います。まあ、これを言うとね多分ね大体の人が察しがつくんじゃないとないかと思いますが、もちろんね永続です。いやーそらそうよ、そら永続よ。というわけでね、始まりますが、マップはどこでしょう。サファケーションピットいいですね、いいと思う。マイケルはねレベル3になると窓越えの速度が速くなるので、まあ、レベル2から速いんだけどね。なので結構ね、カリコが反応した。お、逃げたね。さあ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 、とりあえず吸いましょうか。ありがてえ。なんで今の吸え取ったやろ。なんでここ吸えないの。 OKOKOK、 まあ、適宜傷つけてね、傷つけたり板使わせたりしてあれだね。 OK、 いやありがてえ。こっちから割りましょう。よいしょ。おう、刺すぞ。まあ、向こうはねついてもいいです。こちら側で固めたいので。いた、よいしょ。いい看護をしているじゃないか。もしかそんな板使って大丈夫かな。まあ、ここの3つをね守りきれれば私の勝ちみたいなもんなんで。いるね。とりあえず殴っときましょうか。霊障だったらありがたいけど。このねもう吸えないんだよな。間に合うかな。さあ壊れたのは破滅。あれ、破滅が壊れたのつらいですが、はい、霊障。タイミング悪い。魂の平穏か。いや、あ、いや魂の平穏は分からんのか。あれ、あ、いいよ。危ね。
ここに釣りましょうか。いや攻撃できなかったんやわ。破滅が最初に壊れたのつらいですね。よいしょ。てか攻撃できなかったのもつらいところ。なんかいた。で一人が向こうに行ってこっちから救助に来てんじゃないか。よいしょ。まあ永続なんでね。よいしょ。うん、逃げるね。でそこをちょっと触ったかどうか確認しておこう。触ってないですね。さあ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 、おーっと真ん中を触っている。あれ、あそこで待ってたら永久にあれだぞ。発電機もつかないし救えもしないぞ。お、救った。すげえヒーローじゃん。よいしょ。向こう側にフックがねえんだよな。触ってないね。よいしょ。ジェイクいつの間にこっちに来てたんだろうね。さあさあさあ、あのネアがねなんか消えるのよね。気のせい。まあ、とりあえず現状あれだね。そこにいるね。使わないか。あ、いるいる。けど耐久切らしたいな。耐久いったらここの板使えばこのネア落とせると思うんで。よいしょ。次の板まで多分距離ないと思うんでいけるでしょう。おい、よいしょ。これで終わりだね。フックはここを使いましょうか。よいしょ。なんだなんだ。今しっかりとねこちら側を守りきると。よいしょ。まあ、永続ね、やっぱりこういう試合展開になりがちよね。破滅壊れると。さあじゃあここ蹴っときますか。徐々にねこちら側の板はなくなってきているんで、まあ、いけるでしょう。板を壊す速度は速くないんだけど。ああ、カリコか。まあ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 十分な血になってるでしょう。見えてるぜ見えてるぜ。はい、残念でした。上向いてます。よいしょ。さあさあさあ、あとはチェイスを楽しもう。ん？消えただと。なるほど。ほい。ほい。あとはジジイだな。また3回しか攻撃してないからね、いた。まあまあまあ、こちら側のね、
板はもう存分に余ってるんで、ぜひともねバンバン使っていただきましょう。オクトブ、はい、よいしょ、これで5回かな。まあまあまあ、アイテム持ち込みがいようがいなかろうがこの構成だったんですがね。よいしょ、今回はなんせならアーカイブがあるから、まあ救急キットをね持ち込まれてもね、持ち込まれようともマイケルからしたらね関係ないことなんですよね。なぜならば永続ワンパンだから。 OK、 じゃあ死ぬのを待ってハッチ閉じましょうか。ささやきがあるんで、まあアドレナリンからのゲート戦とかでも十分いけるでしょう。よいしょ、ささやきの反応見つつですね、探していきましょう。ハイゼリの人、いやークロスプレイがね実装されてからちょっとあのサバイバーのねマッチング速度が遅くなったんで、キラーを結構やってるんですが、まああれですね、意外とサクサクですね。いないね、どこ行ったんだろう。まあ一周してるうちにね見つかるとは思うんですけども、いや最初から発電機回した方が良かったんじゃないのこっちのね。やっぱこのマップ固まるときついんで、板マイスもそんなないしね、片方のエリアには。でアザロフの休憩所とかがねよくあの片側に片方に固まるみたいなことでね有名なんですが、あそこよりもねむしろね発電機関の距離、固まった時の発電機関の距離が近いので、こっちの方が。ささやき反応なしだぞ。あ、反応した、ここら辺にいそう、いたいた、よいしょ。なのでね、まあ、このマップ当たった時はぜひね、まあ、固める立ち回りというかそういったものをね、フックね、フックがないね、これ間に合わないね。まあぜひね固めるといった立ち回りをねしてみてはいかがでしょうか。というわけで、まあ、最後のチェイスとしゃれ込みましょうか。アザロフの休憩所なんだかんだ回りますからね。ん？デッドハートか。こっちの方がねむしろ固まるかなって感じですね。できればね固有側で固めるのがいいと思います。あっちの方が板少ないと思うんで、板少ないし小屋よりはあっちの方が小さくしやすいんで、こういう最近ね、最近というか数ヶ月前だけどアップデートで弱い方の窓をだけしか開かなくなったんで、生成のランダムさがねなくなったんで、こちら側のね板を使わせてしまえばなんとかねなるんですよ。なのでね、サファケーションピットはなるべくこういう側で固めたらいいんじゃないかなと思います。あそこに地下があればね、固有に地下があればもう救助もほぼほぼ不可能なんで、まあ、割とね全滅が取りやすいマップなんじゃないかなと、思っております。というわけで今回は、無防備状態の生存者を5人攻撃するっていうアーカイブを、まあね一発で終わらせる必要はないんだけど、一発でね終わらせたかったのでマイケルに、永続の、アドオンをつけてやっていきました。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。